隣の関くんは森茂拓ニによる日本のコメディ漫画。月刊コミックフラッパーにて2010年8月号に読み切り掲載された後、2010年11月号より連載中となっているが、2018年に2回だけ掲載した後は救済が続いている。そんな中、2020年8月号からは隣の関くんジュニアの連載が突如開始される。 本校ではこちらについても扱う。全国書店員が選んだおすすめ、コミック2 0 1 2よに。2020年8月時点で、シリーズ累計発行部数は350万部を突破している。関くんが授業中にこそこそ遊ぶだけの授業サボり漫画である。1話完結形式で、どの話においても関くんは、授業や学校行事を無視して、こそこそ遊んでいる。その様子を、 隣の座席の女子生徒、横井さんからの視点で描く。基本的に話は、横井さんの目線で展開され、関君のサイレントアクションに、横井さんが心の声でツッコミと感想を入れるのがメインの流れである。関君は作中で喋る描写がない。しかし、その表情や身振りの表現力はかなり豊かであり、横井さんの心の声と会話ができているかのように、 話が進んでいき、そのために二人が恋愛関係であると誤解する人物もいる。キャラクターの名前は基本的に登場人物の立ち位置が名前に含まれるし、ヒロインの横井、宇沢、秋安、前田、後藤、橋や仲間など。そのために登場人物の行動と名前の関連が大きく、名前を持つキャラクターでは基本関係の阻害など他の、いわゆる、 学園ものにありがちな演出さや問題行動は基本的に存在しない。メディアミックス展開として2013年4月にアニメ化が発表され、2014年1月から3月まで放送された。日本国外においては、東立出版社より翻訳版が刊行されている。最高列の窓際の座席に座る関君は、教師から見えにくい位置であるのをいいことに、 授業中に一人遊びに興じている。クラスな郵便や机の穴ゴルフといった誰しも遊んだことがある遊びから、将棋や囲碁、チェス、ドミノ倒し、棒倒しなど授業中の一人遊びを超越した行為、さらには机の研磨や砂金取りといった遊びとは呼べないようなことまでこそこそと行う。隣に座る横井さんは真面目に授業に取り組もうとするものの、 毎回関君の奇怪な遊びが気になって、授業に集中できず、ついつい見入ってしまう。しかも、関君の遊びは、なぜか絶対に先生にバレることがない。この作品は、授業中に小さな机の上で繰り広げられる、無限の可能性を追求したドラマである。声の項は、アニメ版の声優で、縁の項は、ドラマ版のキャスト、俳優。2014年1月より3月まで、 テレビ東京 ATX 他にて10分枠のショートアニメとして放送された。新映動画制作としては史上初の深夜枠での放送となる。地上波放送終了後も各動画サイトでは5月末まで引き続き配信され ATX では一時中断後に5月から6月にかけて残りの分が放送された。DVDCD2015 年7月より MBS TBS 他で放送開始。隣の関君とルミちゃんの事象のタイトルで、ルミちゃんの事象との日本立てで放送された。隣の関君とルミちゃんの事象に関するカテゴリー。ありがとうございます。